お言葉を述べる天皇2019年、即位礼聖伝の儀正直は、山と言葉で、巫こと言い,い、天皇の巫女を乗るという意味である。明治維新後は林間を通じて、正直と称した。昭和戦中期には直子を創じて正直と称した。天皇の栄誉を伝える、正書、直書直後の総称である。昭和戦前期の憲法学では、 天皇の直接の栄霊を外部に表示したものを象徴と呼んだ。天皇の体験が外部に表示される形式の中でも象徴が最も重要なものとされた。文書による象徴には天皇が新書した後天皇の行事過酷寺を応援した。口頭による象徴もあり、これを直後と言った。律令制以前古くから天皇の言葉を指して 万葉仮名で御事と称した。これは御事という意味であった。また大御事とも称した。これは大御事という意味であった。天皇の言葉を臣民に宣布するとき、これを御事高年と称した。これは命を乗るという意味であった。そのうち神事にかかるものを高し東京昇ると称した。千秋元という意味であった。 これを縮めて高としとうともいいのりとの字を当てた。古代中国における章や直の語恩義は次のようであった。もともと章の字は上から下に命じるというような広い意味で用いられていたが、新漢時代以降に皇帝専用となったものであり、主として教え告げるという意味であった。これに対し直の字には今しめるとか正すといったニュアンスがあり。 皇帝が進化を責めたり罰したりすることを意味する直感や直見などの熟語があるが、御琴の,の字にはそのようなニュアンスや熟語はなかった。また、直裁、直断直線、直線、直湯、直挙直問直等、直上という熟語には責めるという意味はないものの、皇帝個人の意思による判断、選択、共有を特定の進化に下すという意味合いがあった。 一方、御事塗りの字は、進化の全体に対する皇帝の公的な側面が強く出ており、私的な側面は弱かった。古代日本における、小、直の字の要例を、古事記や日本書紀に見ると、中国における語義と関係なしに、偏者が巻ごとに一方の文字のみを用いる傾向があった。例えば、危機神話が記された、熊白巻を見ると、 日本初期1巻2巻では、御事のりが0件、直が42件であり、すべて直であったが、古事記上巻では、これと全く対照的に、御事のりが92件、直が0件であり、すべて御事のりであった。古事記の本文は全体を通じて、直の字の要例は一例しかなかった。日本において、随や等の律令性を模倣して、小直という名称が生まれた。 文武天皇の定めた大法令が、小直の性の所見であった。例の公的注釈である、礼儀下は、小書、直しこれ同じく林間なり、臨時の大事を御事乗りと、なし、尋常を小事を直となしとして、ことの大小により、御事乗りと直とを区別したが、後世の御事乗り、直の文字の要例は、必ずしも礼儀家の定義に準拠していなかった。 臨時の大事に御事のりと称し尋常の称じに直と称すると言っても臨時にも称じがあり尋常にも大事があって必ずしもことの大小で区分できなかったからである。およそ儀式を整い百官を集めて鮮明する者を御事のりとなしそうでない者を直となした。外国史へのつて命、戒厳、改めぜに、大社、神社、三両への国分、律皇后。 立大使、人大人などを証書となし、それ以外を直視となした。召直を、御事の売りと称した。これは、大名を戦記化すという意味であった。戦名や、戦時の名称もこの時始まった。職員令に、内記手のひら作り召直とあり、召直の文案を作るのは、中塚佐召所属の内記の職召であった。職現召によれば、 呪文の中で文筆に耐える者を内気に認じ、召直鮮業を寄贈させたという。また、金品五章によれば、内気が不在の時は、弁官が天皇に創上したという。召直の文案を審査し、これに署名するのは、中塚左京、タスクの職唱、召直を寄贈するのは、内気の職唱、召直を完成するのは、月記の職唱とされた。これらは最も機密の勘であり、 旧英令に、盆省直未専業者悲観不得、長官と定められた。諸国に施行すべき省直は、大乗官府の中に全文引用して行下した。これを、当省直という。当省直は、在京諸士に、こうするより筆者にかかる労力が多いため、文案の長短に従って、不愛給を与えた。また、職成立に、その筆者を遅たるしたものや、 これを誤射したものなどの題名を載せた。反復する省直のうち百姓に関するものは、教式、国史から李朝、理長、傍朝を経て、百姓に戦時した。公式例は、理長や傍朝が部内を巡歴し百姓に戦時して、人ごとに、暁出させると定めた。将軍の書式は、以下のようであった。外国史に、大事を宣する書は冒頭に、 明神行日本天皇直司と掲げた。これは、明神愚五日本天皇直司と訓じる。外国史に中ことを宣する場合には、明神行天皇正旨といった。朝廷の大事である、立望、立功、元日に長賀を受ける場合には、諸書の初めに、明神後大八州天皇正旨という文言を掲げた。これは、明神大八州後日本天皇正旨と訓じた。 中琴には、天皇正胸と掲げ、正寺には単に、正胸と掲げるにとどめた。将軍の終わりには、皆儀という文言を置いた。これは、皆儀と訓じた。少々思考する手順はおよそ以下の通りであった。まず内記が、天皇の意を受けて、将軍を起草する。将軍の後は開業して、年月を書き、火を記さないでおく。 草案を箱に入れてない木自ら御所に参じて天皇に、相上する。火が記されていない草案に、天皇自ら美を書き入れる。これを五賀碑という。五賀碑を終えた後、中塚佐少の教科、タスクカズトを召して、これを賜う。五賀碑のある文書は、中塚佐少において、京がこれを受けて、大助に戦し、大助がこれを報じて醤油に伏し、これを止めて、案となし。 醤油が別に一通を書き写す。写した書面上、年月日の次に三行にわたって、中塚さ共信戦、中塚さ大輔心、捧ぐ、中塚さ醤,醤油新行と署名する。中塚さ章では、千部行を書した後、これに中塚さ章員を押し、大上官に送る。大上官において、劇は中塚さより送られてきた章書案の後に、 大乗大臣以下大納言以上の真を記入し、大納言に進むす。大納言は大臣以下の署名を取り、内紙を経由して、これを天皇に服装する。証書には、年月日の次の行に天皇自ら彼女を書き入れる。これを五画家と称す。五画家のある証書は、大納言がこれを受けて劇に授ける。劇は証書を大乗官に止めて、案となし。 さらに投射して、天下に布告する。以上。在京の諸子には、少書の写しの官府を添えて行下し、諸国には官府に投射して施行した。詳しく言うと、少書の反抗には、公と施行の区別があった。公は在京の官所を大食猟師の諸子に下すことを言い、施行は公を終えて諸国に下すことを言った。公は少書を、 自家移し別に大乗官の不文を添えて行下した。執行は、大乗官府の中に、勝文を引用した文書を作って行下した。ゆえに例に、強盗官府瀬とある。公都執行の書式については類呪府、戦章を参照のこと。応印の方法は次の通りであった。天皇の後賀費が終わった後、中塚佐将友が自分で一通を移した後、章文の最初から、 最後の昭遊の生命に至るまで、文字のある、全箇所に隙間なく、中塚佐将院を押した。そして中塚佐将から大上官を経て天皇に、服装し、天皇が五画家を終えた後、在京書士に、こうするときは、大乗官員を用い、諸国に施行する、東商直には、天皇御事を用いた。いずれも隙間なく応印する例であった。天皇が幼少であれば、摂政が、 天皇に代わって五月日、五賀家を行った。また、皇太子が勧告している時は、領事をもって直子に変えることができたが、少書に変えることはできなかった。直も少書と同じく天皇の言葉であり、その用途は少書より広かった。摂章や関白に随心を賜い、御子に生を賜い、内心能を参考に順じて、不幸を当てる類はどれも直所を用いた。 礼儀げに、ちょい、尋常の障子を直となす者がこれに該当した。直書を施行する手順はほぼ少書と同じであり、以下の通りであった。はじめ自重もしくは内氏が直を報じて、中塚詩将に、戦争する。中塚詩将は、直書の成分を内誌に付して天皇に服装する。服装の後、中塚詩�将で、京、大輔、昭遊が署名し、中塚詩将院を押し、 これを止めて、アントナス。中塚佐将に止める案とは別に一通を移して、応印、署名をし、大上官に送る。大上官では天皇への服装を行わず、中塚佐将より北直所の後ろ二直に、大便以下小便以上が連署して、これを大上官に止めて、アントナス。大上官に止める案とは別に一通を移し、これを施行する。宝直史上の文言以下を、 弁官の文が書き入れる。およそ直書はその文言を直写して、これに弁官都市官の生命を書し外印を押し官布を添えて下すのを生息とする。諸国に行下すべき直書は当直の官布を用いる。これは当初の方法と同様である。以上。公式例の直視式には語画費や語画化について書かれていない。書,書を見ると審議式に 直書に語がび、語がかなしとあり、また、北山省直書上に、公式麗に語がびかなどのことも言えず、しかして、年中行事に、少所、直しみながびを用い服装の分には、画かすと、このことよるところなし、しかれども、古来語が費あり、また少所に、順図、大上官の服装、未だその意を知らずとある。 従って直所に語画比や語画化がないのが旧式であったと考えられる。証書と直所では署名に違いがあった。中塚佐章においては、証書に、京、大輔章友の三人とも署名の上に、中塚章の字を冠してくらい新生命を書したその下に、おのおの、仙、捧ぐ、行の字を書き入れたが、直所には京のみが、 中塚さの字を冠して大輔、小友はその字を省き、暗い生命を書すだけであって、真の字や千武行の字を書き入れなかった。また大上官においても、少書に、大乗大臣、左大臣、右大臣、大名後に4人が、簡易新生命を書したが、直書にはただ大中小弁都市館の簡易生命を、書き入れて施行した。これは、小直の計重の違いを示すものであった。 F 及び、兵庫のことを処分するため、承継に書紙に御の乗りする場合は、その元字から複装して、中塚佐商はそうしなかった。また、緊急時に直書を出す暇がない場合や、大乗官を経営すると痴漢する、恐れのある場合は、中塚佐商がまず、直の情を記載して、これを書紙に、移り分子、要件を実行させ、その後で、正式の直書を、行下した。 天皇は初心からの状況や論争などに応えるために、直所を与えることがあり、これを直刀といった。新任の大臣の上層には三度にわたる直刀があり、それ以外は、その都度に直刀があった。直刀は、中納言か、この絵中将に直所を持たせて派遣し、その邸宅において与えた。緊急の直所は、大上官を経由せず、中塚佐少が、諸子に移してことを行い、 その正規の直詞は、後で施行した。歳児の直詞は、中塚左将が直情を記して弁官に申し送り、施行の日になって、直詞と称した。直詞公益や、直詞伝などがこれに該当した。その他に別直や口直があった。別直は、大上官を経由せずに直詞を施行した。口直は、直名を口頭で通達するものであって、天皇自らのたまうか。 あるいは書子に命じて、直詞を伝染させた。また、天皇自筆の直書もあった。皇太子が勧告している時は領事を直詞に変えた。党の律令制に習い、召直の名を立てた後、即位、改元立候、立望及び国家の大事は和文で宣告した。これを専領用と言い、漢文の召直と並び行われた。あるいは、 当初の御事範の,の書式はすべて和文であったが、後に漢文の書式を定め、和文の書式を鮮明と呼んで区別したとも言う。元折の範長によると、鮮明とは命を受け伝えて乗り聞かせることを言う。仁儀礼に中富の千祝詞とあって、礼儀礼に、千は、布なり。言は、神に告げるにのりと思ってし、百官に鮮明すとあるように、鮮明の千も、その意味であった。 日本初期の携帯天皇記に、宣教師とあるが、これも、直詞を、宣聞記する死者のことであった。その他、戦時、戦時などという時の戦の字はすべて宣聞記することに、関係した。延暦年間の頃から、戦名の用途は一変した。北山省は次のように言う。神社、三両の国分、立皇、立大使、任大臣地へ、忍総合、天台座す。 創価の国分の類を戦領とする。騒乱の儀は、章書と同じであり、別に戦領の式はない。戦領すべき章書を戦領と呼ぶ。語がのないものを前例となすべきでないからである。と。これにより、恒例の行事のみに戦領を用い、臨時には用いられなかったことがわかる。即位、立皇、立大使、大長などの大義には、戦領の大部が、 殿から降りて順序によって占領するのを例とした。長儀の占領と神社、三領の国分は近世まで行われた。これは、象直とは違う形式であった。公式例によれば、荘書の文は、明神後第八州天皇賞胸等に始まり、ぎきで終わるが、俗に本気に乗る占領は、秋積美上留第八島国初知天皇。 我が大名領は浅止め招待名下に始まり、諸も々ろもろ聞き色止め小で終わっていた。その読みは次の通りであった。秋津三上と第八島国書地天皇が大名ラマと、小対名を本文、諸文書書文色と御琴のり、これは単に漢訳と和語の違いでしかない。以上のように戦名はもともと上の命を下に、千聞きする儀であったが、特に神社、三領の国文のみを戦名と称していた。 明治維新の始め、この要令は、古儀ではないとされたため、鮮明の故障を廃し、天皇自ら震災する者を五国文と称し、直詞がそうする者を再門と改めた。戦時はもともと直詞を乗り伝えるという意味であった。職員令の礼集下に、戦は、戦意譲るなり、胸は直詞なりとあり、少々、戦機きすることを鮮明というのと同様である。国令に、 ボム書政党兵馬発自重三つるし、戦直色とあるのがこれである。当時はもっぱら勘弁の制度を設け、大抵は直視に変えて戦時を用いた。このことは西宮城や北山省に戦時の条目が多いのを見てもわかる。しかしその後一転して別に、口直を乗り伝える勘弁法になった。戦時には次のものがあった。このほか戦時を下す前に、 大上官より症状に書いて下すことがあり、これを感染時と言った。感染時はもはや天皇の言葉ではなかった。明治維新の始め、王政復古の大号令は御差書の形式で行われた。明治新政府は法令の半布の一部を御差書と称した。御差書は天皇の意思を間接に伝達する形式であった。法令に、ヒアオングで、企行が、ヒアオング付け、 御沙汰の文言を用いることは、行政官の発する法令に限って許された。1868年の御家条の御正門と御神官は、古来なかった形式であった。同年、生態植生を定め、士官の官省直の姓を立てた。以後、士官は官名を頻繁に変えつつ、省直のことを司った。ただし同じ年の明治改元にあたり御事の理が出された、時は、 中塚佐京が、専武行する旧式を用いた。1871年に、大乗大臣を置き、成員事務所帝に、直所に加盟印するは、大乗大臣の任たるべしと定めた。1873年に、成員事務所帝を、売る飾りし、直視特例の事件は、大乗大臣の名をもって成員より発令し、また直所や葬儀に、 大乗大臣が加盟委員することを載せた。1875年聖員事務承廷をさらに改正し、直し、特例の事件は大乗大臣の法直をもって発すべしと定めた。こうして法直の性ができたが、当時は旋風の承直にはおおむね法直がなかった。ただし命令や委任の直所は行事と法直をもってするのを正式とした。当時は明治早々期にあって、 未だ定式がなかったからである。1879年内閣書記官が設置され、招直命令の起草することを司ることになった。同年、公文上葬式及び、施行順序を定め、招直については、大臣が直視を受けて、内閣書記官に案を作らせ、大臣参議がこれを検討し、天皇に服装して、採下をこい、天皇が彼女の印を自分で押して、 大臣以下に付し、例によって施行させるものとされた。1981年布告二つ式により、大乗大臣法直無布告、すなわち布告は、大乗大臣が直視を報じて布告することが定められた。同年、明治14年の政変に伴って出された、国会解説直輸には、法直大臣が署名した。翌年の軍人直輸には、御名御事があって法直がなかった。 同年の洋楽公用を反復する直輸は、区内教が奉直した。1983年官報発行心得条件を定め、官報に小直の欄を設けた。以後は、官報の小直欄において、重大な事件を交付した1886年の内閣制度発足後、公文式が制定され、これにより初めて天皇が新書し大臣が副書する、例が開かれた。 それまで国内に発表される招直に天皇が自分の実名を信書する例はなかった。一般に天皇の実名は意味なとして寄付されており、天皇が自ら署名することがなかったためである。1889年に発布された大日本帝国憲法では、国務二席、ル・省直に国務大臣の副賞を要すると規定された。その他皇室天板、憲法、 付属法令では、小書、直書、直名、直居、直輸など様々な名称が混在した。1890年に帝国憲法が施行される前に教育直後が発せられた。教育直後は天皇の新書と御事を有するのに、国務大臣が復書せず、正式に選行もしなかった。明治前期の小直は、法規分類大前によって分類。 列挙された。法規分類大善は内閣記録局が作成したものであり、帝国憲法が発布された八百八十九年までの彰直がその第一編に収録され、帝国憲法が施行された八百九十年の彰直がその第二編に収録された。法規分類大善は明治維新の後の人間を彰直と総称し、直所、直史、直湯など名称は、 様々あっても実質は同じであるとした。また、小直を分類して、御事の理直、五神官、神悟る、直湯、千明、五祭門、五国分、直門、五家門、直子直後、作命、類似五沙田書、五位人情、君情、五国書、五神書、五批,批准書、明石人情の順に列挙した。御事の理については、 その例として1868年会元の御事のり、1870年大教宣布、1872年会歴の御事のり、1873年基礎改正の御事のりなどがあった。小直の形式が様々ある中で、広く大事を宣布するときは、概ね御事のりで行い、直を用いることはなかった。ただし、正直に御事のりを用いることはあった。 御事のりには、大上官の布告を添えることもあれば添えないこともあった。章は大胸巨字や、宝直の形式を取らなかった。直については、1869年因歴正月の聖子式を称号書に行って、文部書館を奨励したのが、最初の直書であった。この時スケミーが直書を読み上げ、直書の写しを持って書館に伝えた。その後、 大胸以下のようなものを直と称した。印めしとしては、例えば1869年の長州藩主の印めしの直があった。派遣として、例えば1871年の竹胸なりの深刻派遣の直や、1882年の伊藤広文の欧州派遣の直があった。称詞は、功労を放唱し資金や助訓を行う類であった。方変のうちは、 死神の復命や、召喚の外戦に際して、これにお褒めの言葉を下す類であり、変としては、例えば1879年に、琉球藩の不審を正す直があった。遺問は、例えば1873年に、大臣の病気を遺問した直があった。この他軍の総督以下を遺問する類であった。奨励としては、例えば1871年に家族を、 進むさとした直があった。臨時職人名は、政党総督や三軍を命じる類であった。命令としては、例えば元老院に国権の起草を命じる直があった。委任は、巡行に際して大臣に所政を委ねる類であった。以上のほか、式典に行行して言葉を賜う類があった。御神官としては、1968年陰歴3月14日の、 ご神官があった。法規分類大前にはこれ一点しか収録されなかった。神悟は律の反復の際や公文式の交付の際に付された。公文式制定により、法律や直令は上悟をもって交付されることになった。直憂は里したり今しめたりする時に用い、先風に用いることは少なかった。1881年の国会解説の直視には、 直輸の名称を用いた。これには、宝直大臣が署名した。公衆に、戦鎖取るするためであった。翌年の陸海軍人への直も、直輸の名称を用いた。これには、漁名漁事があって宝直がなかった。天皇自ら小卒に勲告したためであった。このことは、三位、山形有友の創生に詳しい。同年、洋楽公用を反復する直輸は、 宮内教が報じた。どれも他の小直と自体が異なるためであった。占明は、維新後もっぱら人技や三領に用いた。政治に関する占直は、おおむね小直の形式をもって行い、これに占明を用いることがなかった。1873年に占明を御祭門に解消し、占明の名称はなくなった。御祭門は、直視が神前でそうした。 法規分類大前に御祭門として分類されたものを見ると、御家条の御正門の際に、天神地義へ奏した御祭門と、皇室天板と帝国憲法発布の際に、伊勢神宮へ奏した御祭門があった。どちらも天皇以外が読み上げる形式であり、天皇の一人称を伴うものではなかった。五国文は天皇自ら震災する時のものである。 後期分類大前に五国文として分類されたものを見ると、1875年に2件、1889年2月11日に、皇室天範、帝国憲法を発布する際の検書五国文と、紀元説五国文があった。1889年の五国文は、天皇自ら神前で読み上げる形式であり、天皇の一人称は、高鎮であった。なお、 この五国文について、法規分類大前に収録されたものと漢方に掲載されたものとを比べると、構成、内容、表記が違っている。直文として法規分類大前に収録されたものは、1869年、満期施設の方法を直とした一件のみであり、その他に五家文として収録されたものが同年に三件あった。直詞については、 法規分類大全の目録では、1871年の特命全権大使、岩倉智美への直視と、1873年の外務卿、添島種尾美への直視についてのみ、直視として分類していた。それぞれ内容を見ると、岩倉への直視は、岩倉を米王に派遣するものであり、その直視の後ろに、条約改正に関する別直視と、岩倉に随行する。 理事官への直視が付属していた。福島への直視は、琉球犯人54人が台湾で殺害された事件の処置について全権を委任するものであり、この直視の後ろに、新国政府との交渉に関する別直が付属していた。これら付属の別直は、大臣に伝達させる形式であり、冒頭に直視の文字を掲げ、その次に事項を列挙し、末文を 右直主言言順法して剣ることもチるへしといった極で結び、最後に法直大臣が署名していた。直後は吉祥軍品、吉美の御礼の際に下された。また臨時に内外人を引権したり式場に行行したりして、直接に口直することがあり、文書に移して与えることがあった。教育直後は、間発翌日の官報では、旧廷六時に、 教育に関する直後と称され、文部省訓令別紙に直後の題を付けられたが、内閣記録局の法規分類大前では、教育に関する直有と称され、直有に分類され、直後に分類されなかった。後年、教育直後は証書に当たるとされ、天皇の親書と御事を有する証書でありながら、国務大臣が復書せず正式に、選行もしなかったのは返礼であるとされた。 作命として、法棄分類大前に収録されたものは、楠木正幸や大石義雄などを追称する作命が5件あった。類似は、その形態は様々であり、はじめ変態の漢文を持ち、後に、改めて和文を用いる形式になった。漁事を押し法直大臣が署名し、増刊、増位は別に、漢期、意を添えるのを正式とした。 あるいは御差書を用いてその子孫に賜うことがあった。法規分類大前の目録で、類似に分類されたものは18件であった。御差書は天皇の遺書を大上官や大臣が伝達する形式であり、交渉、建築、造紙、弔い祭り、遺憂、奨励などにこの形式を用いた。維新当初に王政復古の大号令や、 正党の大号令と称するものもこの形式の一種であった。御差書は、象直布告の外にあってその要令は、最も広かった。御差書に直接その内容を書くことがあり、また御差書を、象直歓喜、息などに添えることもあった。いずれも、大臣包直の例はなかった。法規分類大前の目録で御差書に分類された、ものは4件しかなかった。 明治維新の初め、彰直の文体は、和文も漢文もどちらも用いた。おそらく適時的に,にやっていた。次第に和文が多くなり1879年に、内閣書記官を置いた後は漢文を用いなくなり、彰直の文体が定まった。大法令以来、彰直に漢文を用いる例であり、安政元年の金を持って法いるの直書や文久2年5月に、 幕府に下した直書などは漢文を用いていた。文中にあり州、諸州、軍心の語がある召勅は、どれも天下に交付することを条例とした。召勅の基礎を司る者については、明治維新の初めの士官から内閣諸期間に至るまで頻繁に官名が変わったが、いずれも召勅のことを担当した。基礎担当官の編成は以下の通りであった。 戦名はおおむね式武僚が起草した。1890年帝国憲法施行から1907年公式令制定までの間、招直が官報の招直欄で公表されたほか、旧帝六次帝国議会、違法、先方の各欄に直後が掲載されることがあった。国務大臣の副書のある招直帝国憲法第55条では、国務二席、ル招直に、 国務大臣の副書を要すると規定された。副書とは、天皇名に添えて署名することであり、当然に天皇の新書を前提としていた。天皇新書と国務大臣副所のある文書で官報の招直欄に掲載されたものとしては、帝国議会の召集、開会、定会、会期、衆議院解散、貴族院定会、衆議院議員選挙、 貴族院議員補欠選挙の招徴がある。その他特例の招徴として、和教の招徴、新国に宣戦する招徴、義勇兵を止める招徴、減水不設置の招徴、利口省襲撃事件に関する招徴、新国との講和後に関する招徴、両党半島幹部に関する招徴、米西戦争に対する局外中立の招徴、改正条約実施に関する象徴、 ロシアに宣戦する招喚、ロシアとの講和に関する招喚が官報の招喚欄で公表された。このほ八1892年衆議院の予算選議権の議義に関する直輸は官報の招喚欄でなく帝国議会欄に貴族院へ直輸と題して掲載された。これには漁名漁事と内閣総理大臣の副書があった。 国務大臣の副所のない庄直元君優遇の庄直には帝国憲法施行後になっても御名御事と大臣副所がなかった。これは山形有友や伊藤博文や松方正義氏が内閣総理大臣を辞める時などに与えられたものであり、陳を待ちつに特に大臣の礼遇をもってしここに元君優遇の意を承認といった文をもって官報の庄直欄で発表された。 必ずしも内閣総理大臣を辞める時にだけ与えられるものではなく、山形は日清戦争の戦中戦後に閣外で軍務十事中に二度与えられた。また松方は第二次山形内閣の大倉大臣を辞める際に山形と共に与えられた。このほか、天皇の新書と国務大臣の副書のない象職としては次のものがあった。直後通例として、 帝国議会の会員式や閉院式の旅に直後が下され、官報の帝国議会欄に掲載された。帝国議会に関する特例の直後としては次のものがあった。日清日露の戦中戦後には、軍や軍人への直後が官報の戦法を違法に多数掲載された。日露戦争では、開戦に先立ち海軍大臣、陸軍大臣に、 呂国との交渉を立ち我が独立自衛のために自由の行動をとらしむる胸の直後を与え、その後ロシや旅順艦隊を奇襲し戦線復刻を経た後にこの直後を官報に掲載した。軍や軍人への直後は短文のものが多いが日露戦争の和議成立後に陸海軍に可視された直後は比較的長文であった。日露戦争の開戦前後に伊藤博文、 松方正義、山形有友、井上薫に、強化慶区に、大領文未費、京を、して国家用務の始順に用、せしむという文言を含む直後が下され、官報の宮廷六次乱に掲載された。日清、日露の講和会議にあたっては、全権受任者に直後を下した。この他戦後に、日本赤十字社、帝国軍人援護会、 浄土新州本願寺派などに対し戦争協力を交渉して直後を下すことがあった。1907年に公文式を廃止、公式令を定め、文書による招徴の形式を網羅して一定した。同年、軍令に関する件により、軍令の形式を定めた。招徴には、共通して天皇名を書き、天皇の漁字か日本の国事を応印した。天皇名については、 通常は天皇自身が新書するが、摂政設置中は、摂政が天皇名を代書し、摂政名の辞書を添えた。本校では天皇名を書き御事を応印することを、御名御事と略記する。正直には原則として大臣が副書した。副書とは天皇名に添えて署名することであり、当然に天皇の新書を前提としていた。副書の順序は、内閣総理大臣を首位に置き、 その他の大臣は、宮中赤字の順位とすることが妥当とされた。文書による召喚の形式を種類別に見ると、以下の通りであった。召書別段の形式の定めがない召喚のうち、先行される者が召書、されない者が直書であった。先行という言葉は、おそらく天皇が国民に交付することを意味すると言われた。1九百四年上層、公式案によると、 すでに、見事のりと直の二種の名称があるから、その区別を明らかにしないのは、よろしくないという理由で、おおむね、大方向式例の定義、臨時の大事を見事のりと、なし、尋常の生事を直となすに則り、当時の制度を考慮しつつ、これを変更し、証書と直書を区別したという。証書は、一般に、先行される章直のうち、法令の上、 サトルなど別段の形式のある章直を除いたものであった。章書は法令と違って一般法規を定めるものではなく行政行為や事実の告知のほか道徳的意義のみを持つものなどがあった。皇室の大事や体験の思考に関する直視は章書をもって先行した。皇室の大事に関する章書には御名御事の後、宮内大臣が 内閣総理大臣とともに復書した。宮内大臣のほかに内閣総理大臣も復書する理由は、皇室の大事は国家の大事でもあるからであるとされた。皇室の大事に関する証書には、例えば摂政設置の証書、立候の証書、立候大臣の証書などがあった。体験の施行に関する証書には、御名御事の後、内閣総理大臣が単独で復書する方の国務閣。 大臣と共に復書した。公式例以前、体験の思考に関する直使は、直令として交付された他官報の省直の欄で、先行された例が多かった。憲法と付属法令には、直名、直居、直輸など様々な名称があったが、その実態において、体験の思考に関し先行されるものは、公式例によって全て証書とされた。 体験の施行に関する証書としては、例えば帝国議会招集、開会,会、閉会、定会の証書、衆議院解散の証書、衆議院議員選挙を命じる証書、貴族院議員選挙を命じる証書、会元の証書などがあった。英点の授与についても、全韓国皇帝を札して、王となしりと力を公やけと、試したのは証書で、選考された。また、 局外中立宣言、御社、原型も、証書で、選考された。外交上の重大事件や、その他様々な機会に出された証書として、母親証書、韓国併合の証書、対ドイツ戦線証書、関東大震災直後の証書、国民精神作行の証書、明治節設定、国連離脱の証書、紀元2600年の証書、日独意三国同盟の証書、 米英に、戦線の証書、朝鮮台湾住民国政参与の証書、終戦の証書、幸福の証書、人間宣言があった。直書直書は、一般に、先行されない衝直のうち、息、歓喜など、別段の形式のある衝直を除いたものであった。こうに、先行されないので、国民一般に対して、直接の効力を持たなかった。従って特定人や、 特定機関に渡されるものや、皇室や政府の内部の決定にかかるものに限られた。直書は、皇室の事務に関するものと、国務に関するものに区別された。皇室の事務に関する直書には、漁名漁事の後、区内大臣が副書した。皇族の婚家の許可の証書、皇族懲戒の証書、政殿五領に編入する、土地物件の設定の証書などがあった。 国務大臣の職務に関する直書は、御名御事の後、内閣総理大臣が副書した。公式例の条文上、国務に関するではなく、国務大臣の職務に関するとした理由は、皇室の事務も抗議には国務に当たるからであるとされた。国務大臣の職務に関する直書としては、例えば国葬を賜う直書があった。憲法改正案を帝国議会に不義する直名も、 直書をもって行うとされた。実際、1946年に憲法改正案である日本国憲法案は直書の形式をもって議会に提出された。なお、1907年公式令以降、帝国議会の招集、開会は召書をもって行われたが、それより、以前の1890年第1回帝国議会の際に内閣記録局が作成した 法規分類大前第二編は帝国議会の召集、開会を見事のりでなく直に分類していた。このほか、1904年上層、公式令層案では、元君優遇や全艦待遇の特使、国務大臣として内閣院に列する特使、元帥の称号を賜う特使は直所によるべしと説明していた。公式令制定以後、 元君優遇の直書が、桂太郎や松方正義に可視されたことが、官報に掲載された。なお、元老優遇の御差書などは、直後の写しという扱いであって、大臣の副書がないという説もあった。法令の上、悟法令のうち重要なものは、条文の前に上悟をつけて交付した。神悟には、御名御事の後、大臣が副書した。交付は官報を持っていった。 神悟を伏す法令には次のようなものがあった。以上の法令につき、一つの法令の中でどの部分を象直とみなすかという点については、その上、悟のみを象直をみなすこともあれば、法令それ、自体を象直とみなすこともあった。この違いは、天皇期間接事件の時問題になった。見延べた月地は、検事の取り調べを受けた時、法令それ、 事体を象徴とみなすべきであると主張して、次のように供述した。帝国憲法第55条第2項の法律直令そのの他国務に関する象徴派という規定は法律直令を国務に関する象徴の代表的事例と見る趣旨である。法律直令のうち上、悟るのみを象徴と解すべきではない。象徴の本体は法律直令の本文であり、 神悟はその全文である。神悟自体も象直であるが、法律直例は上、悟と一体を成して、象直と見るのが妥当である。予算や予算国庫負担についても同様である、と。以上の供述について、三延べの弟子の宮沢俊義は、法律や直例も国務に関する象直の性格を持っていたという、説明は、三延べ独特のものであり。 取り調べの検事たちにおそらくかなりの違和感を与えたと推測している。外交文書外交文書のうち、国書その他外交上の新書、条約批准書、全権委任状、外国派遣管理委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状は、漁名告示の後、主任の国務大臣が単独で副書した。ただし、外務大臣に授ける全権委任状には、 内閣総理大臣が副所した。また、外国の元首に向けた慶長の新書には、国務大臣の副所がなかった。これは、慶長の新書は、外交上の儀礼でしかなく政治上の意味を持たないからであると言われた。辞令書人間受釈、除位除訓のうち、天皇自ら行う信任、真珠の辞令書は、召直の形をとった。歓喜のうち、天皇が、 新認識を行って任命する間の歓喜には、御名御事の後、原則として、内閣総理大臣が復書した。内閣総理大臣以外が復書する例外は次の通り。借期は、御名御事の後、宮内大臣が復書した。これは公式令制定前からの慣例であった。域のうち1位の域には、御名御事の後、宮内大臣が復書した。これは1位が、 天皇から真珠されるものであるからとされた。勲竹のうち、真珠の勲章の勲章は、御名告示の後、内閣総理大臣が報じて将勲局総裁に署名させた。大臣自ら復署せず、将勲局総裁に署名させたのは、フランスのレジオンドヌール勲章の制度に習ったもので、公式令制定前からの慣例であった。1904年の公式令草案は、叙勲は、 体験の思考なのでこの慣例は妥当でないが、今急に変えると助君の実務に支障をきたすので、当面は慣例のままに留め、いつか修正すべきであると主張していた。承直たる、真珠の訓起の範囲については、1907年、公式行政提示は、訓移投稿三級、以上、1921年公式令改正後は、訓二投稿三級、以上、 1940年公式令改正後は、君一等稿二級以上、というように範囲が狭くなっていった。直後口頭による象職を直後といった。文書によらない直視が直後とされた。通例として、帝国議会会員式や閉会式で直後が下された。会員式の直後は、国務大臣の保筆により、文書に記して議会に渡されるが、本来は、 直後の筆者であるから、公式礼でその形式を示すものではないとされた。皇室の大事に関わる儀式において直後が下された。具体的には、戦争後朝圏の儀、即位礼当日死神殿の儀、即位礼及び大城祭後大経、立大使礼当日検所午前の儀、大層後、恵み恵むの儀において直後が下された。天皇が内土金を可視する時に直後を下すことが、 あった。例えば、明治天皇の再生直後、大正天皇の在京軍人会への直後、昭和天皇の軍人援護の直後、戦災者援護の直後などは、資金の際に下された。大正天皇は行為を継いで、半月後の8月に、山形有も大山岩を、松方正義、井上薫、桂太郎を召して、それぞれに大出儀のような直後を与えた。 今日は多年にわたり、選定に使え直接その精子を受けていた。陳は今選定の異業を継ぐにあたって、今日の助力を必要とすることが多い。今日は、よろしく陳の意を退し陳の業を助けるところあるべし、と。この時内閣総理大臣であった、西恩寺金持ちも、同年12月に内閣総理大臣を辞める際に、同様の直後を与えられた。 第一次世界大戦やシベリア出兵の際には軍への直後が漢方に掲載された。例えば、チンタオ陥落ドイツとの交はシベリア鉄兵などに関して軍へ直後を下した。教育関連ではたびたび直後が下された。学生50年記念式典での直後、教育担任者への直後、小学校教員代表者への直後、青少年学徒への直後、 教育直後干発50年記念式典での直後。いずれの直後についてもその趣旨を補足するため文部省が訓令を発した。また、何かの何周年かを記念して直後が下されることがあった。上記の教育関連のもの以外で言うと、鉄道50年祝典、長平成60年、品地変1年、帝国憲法発布50年祝賀式典、自治制50周年記念式、 裁判所構成法50年、期限2600年式典において直後が下された。帝国憲法第55条第2項により、国務二席、ル・省直には、国務大臣の副省を要するとされた。国務二席、ル・省直とは、国務大臣の天皇保筆責任に関する、省直であって、それ以外の省直は、国務大臣の副省必ずしも要しなかった。 国務大臣の復章を要しない招直としては次のものがあった。直後には実例として国務大臣の復章がなかった。復章はその性質上文書による招直に限られるので、当然ながら口頭による招直に復章することはできないが、天皇が口頭で発した招直を書面に書いて渡す場合でも、その書面を直後の写しであるとみなして、それに、 国務大臣が復唱しないのを慣例とした。帝国議会会員式の直後や、元老優遇の御差書などは、直後の写しという扱いであり、大臣の副所はなかった。天皇新書と大臣副所が行われる省直は、特に重要なものに限られた。それ以外は、天皇の直裁による事案であっても、天皇の直使を大臣が報じて、これを伝えたり、 天皇の直祭を経て大臣がこれを表示したりした。天皇の体験が外部に表示される形式は次の三種に区分された。最も重要な直詞は庄直であった。庄直の次に重要なのは大臣等が天皇の直詞を報じてこれを表示する場合であった。庄直と同じく天皇の直詞の表示であるが大臣等に表示させるものであって、 新書がなく大臣等の署名しかなかった。ただし、行事過国時を応援した。比較的に軽い事案は大臣だが、天皇の直裁を得て、これを表示する場合があった。この場合、直裁は、内部の手続きでしかなく、外部に対しては、大臣等の意思表示としての形式であった。以上の三種の区別は、様々な場合に見られた。管理の任命について、新任、直任、 総人を区別し、議会の授与について、真珠、直珠、総珠を区別するのがその例であった。例えば歓喜について言うと、天皇親書があるのは新任官の歓喜に限られ、直任官と総任官の歓喜には、天皇親書がなく内閣総理大臣の署名がある。だけで、直任官の歓喜には、内閣総理大臣、脳法スと言い,い、創任官の喚起には、内閣総理大臣、 これを、センスと言った。1879年の公文上奏式では、小直と掃除を区別し、掃除をさらに三類に分けていた。1923年時点で、公文上奏式は次のようになっていた。1923年には最下と総門に、実質的相違がないという理由で、両者の区分をやめ、最下に統一した。直視を、 ささぐし金見てソース形式とご覧にともするものは、従前のままとした。伝い、聖徳太子聖徳太子が自ら執筆したと伝えられる17条、憲法は、第3条で、少々筆金を命じた。この条文は、例えば次のように読む。三に曰く、御事の乗りを受けたまり手は必ず慎め。君をばすなわち天とす、真をばすなわち地とす。天王位。 血のせて、四字巡行し、満期通ずることを得。地、天を大腕と欲せば、すなわち帰るることを、松室さんのみ。これをもって、君言うとき進受けたまわり、上行うときは下なびく。ゆえに御事とのりを受けては必ず慎め。慎まざれば、自らに破れなん。尾崎幸雄1912年12月、西園寺金持ちが、内閣総理大臣を辞め。 桂太郎が内大臣兼事従長から内閣総理大臣に転じることになった。その際、桂は大正天皇から今日して保国の住人につかし面との直後を受け、さらに組閣にあたって大正天皇の直後をもって斎藤実を海軍大臣に留任させた。衆議院では尾崎幸雄が演説に立ち、桂を次のように弾劾した。全略、 内大臣検事重庁の職をたじけのをしておりながら、総理大臣となるにあたっても、優勝を廃止、またその後も、海軍大臣の留任等についても、しきりに優勝をあつらし立てまつったということは、宮中府中の区別を乱るというのが、避難の第一点であります。ただいま、桂公爵の答弁によりますれば、自分の廃止立てまつったのは直後にして、 庄直ではないがごとき意味を述べられましたが、直後もまた庄直の一つである。しかして我が帝国憲法は、すべての庄直、国務に関するところの庄直は必ず国務大臣の副省を要せざるべからざることを特筆対処してあって、直後と要とも、直憂と要とも、何と言おうとも、その間において区別はないのであります。もし、叱らずと言うならば、 国務に関するところの直後に、もし過ちあったならば、その責任は何人がこれを負うのか。恐れ多くも、天皇陛下直接のご責任に当たらせられなければ、ならぬことになるではないか。逆、直後であっても、何であっても、およそ人間のするところのものに、過ちのないということは言えないのである。ここにおいて憲法はこの過ちなきことを保障するが、ために、 我が憲法の精神は天皇を、神聖を犯してはならない地位に置かれるために、すべての召直に対しては、国務大臣をしてその責任を負わせるのである。略、ことに、ただいまの弁明に入れは直後はすべて責任なしという。直後と召直とは違うというがごときは、彼ら人やからの極学亜生のとの憲法論において、このごときことがあるかもしれないが、天下通友の大義において、 そのようなことは許さぬのである。略、彼らは玉座をもって、強壁となし、召直をもって弾丸に変えて、政敵を倒さんとするものではないか。攻略、三部辰吉三部辰吉は1927年に発行した築上憲法正義の中で、召直は決して新政府家人ではなく、召直を非難しても、天皇への不敬に当たらず、召直への批評や論議は、 国民の自由であると主張した。すなわち、帝国憲法第三条、天皇派申請にして信すべからずについて、次のように説いた。憲法以前においては、責任政治の原則が未だ認められず、天皇のご一心のみならず、天皇の召直をも申請を課さざるべきものとなし、召直を非議論難する行為はすべて天皇に対する不敬の行為であるとせいられていた。 憲法はこれに反して、大臣責任の制度を定め、すべて国務に関する召職については、国務大臣がその責めに任ずるものとしたために、召職を非難することはすなわち、国務大臣の責任を論議するゆえんであって号も、天皇に対する不敬を意味しないものとなった。それが、立憲政治の責任政治たるゆえんであって、この意味において、天皇の召呂は決して神聖不可侵の性質を、 有するものではない。天皇派神聖に、してしんすへからすという規定は、もっぱら天皇のご一心にのみ関する規定であって、招直に関する規定ではない。天皇の体験の行使につき、招直につき、批評し論議することは、立憲政治においては、国民の当然の自由に属するものである。この招直批判自由説は1935年の、 天皇期関節事件で特に問題視された。衆議院議員、江藤玄九郎は、美濃部の象徴批判自由説と天皇期関節が、天皇に対する不敬罪を構成するとして、美濃部を不敬罪で告発した。検事局の取り調べにおいて、美濃部は天皇に対する不敬行為をあえてする意思を持たないため不敬罪を構成しないと主張した。美濃部は取り調べにおいて、 天皇機関説の誤りを認めなかったが、召直批判自由説については、解説に不十分な点があったことを認めた。すなわちみのべは、国務に関する召直を、政治上のものと道徳上のものとに区別し、法律、直令、条約はもちろん、道徳上の召直を含め、国務に関する召直はすべて議論、非難できると主張した。みのべによると、法律、 直令条約の本文と神悟るは一体として、彰直を構成するのであって、一般国民は、彰直といえば、教育直後の類を想起するかもかもしれないが、見延は、法律、直令条約を、彰直の代表として、築城憲法正義第三条解説を記述した。見延はこれを記述した際に、主として、法律、直令条約を念頭に置き、 その他の省直を考慮しなかった。美濃部は、この点に限り、解説が不十分であったことを認めた。教育直後については、美濃部はこれを国務に関する省直であると考えて、築城憲法正義第55条解説でもそう、書いていたため、教育直後も、法律上だけでなく道徳上も批判してよいという趣旨に読まれる恐れがあることを認めた。 明治天皇期の編集官長であった三上三次から三述が聞いた話によると、教育直後は批判されるのを避けるために故意に復唱、を省いたいうことであった。三述はこの話を聞いて考えを改め、教育直後は明治天皇自身の教えということになるため、道徳上だけでなく法律上も非難を加えることは許されないと考えるようになった。昭和天皇は、 ミノベの学説を内々で擁護していたが、ただ、ミノベの説の温統でない点を指摘しており、その一つが、象直批判自由説であった。司法大臣から、昭和天皇への相乗の原稿には次のように、書かれていた。象直批判自由説に関する、築城憲法正義の記述について、その公文が不要意、不正確にして、その除説が妥当を書き、 その読者に対して国務に関するものであれば、招職自体を批判するのは国民の当然の自由であるとの感を抱かせる恐れがある。これは出版法第26条の皇室の尊厳を冒涜する罪を構成すると認めることができる。ただし同書が出版されたときは罰則が規定されていなかったこと等から、見延べの処分を基礎猶予処分に留めた。 1946年、帝国憲法の改正案は GHQ 総案に基づき GHQ との交渉を経て3月6日に憲法改正総案要項として発表された。それと同時に直後も出された。この直後は憲法に抜本的改正を加え国家再建の礎を定めることを希求し政府当局に陳の意を 体し必ずこれの目的を達成せむことを期せよと命じるものであった。同年6月20日、帝国憲法改正案は、直所の形式をもって、帝国議会に提出された。帝国憲法改正案は、衆議院、貴族院、枢密院の可決と天皇の再下を経て、同年11月3日に、日本国憲法として交付された。日本国憲法には上悟が付され、 その上悟るには、漁名漁事の後国務各大臣が復唱した。この日の記念式典では、直後が下され、陳は国民と共に全力を挙げ、相携えて、この憲法を正しく運用したいという思いを述べた。1947年施行の日本国憲法は、国政は国民の信託によるものであり、その権威が国民に由来し、 その権力を国民の代表者が行使し、その福利を国民が享受することを人類普遍の原理とみなし、その原理に反する象徴を排除するとしている。また、憲法の上記に反する象徴は効力を有しない、ともしている。日本国憲法下において、天皇の御名御事のある文書としては以下のものがある。少書国会招集、衆議院解散。 衆議院議員総選挙指行公示、参議院議員通常選挙指行公示は証書をもって行われる。交付書天皇は憲法改正、法律、政令、条約を交付する。法律、政令、条約の交付文には御事を応印する。例えば法律を交付するときは原則として何々をここに交付する。胸の交付文、御名御事、年月日。 内閣総理大臣の副書が記された、交付省法律本体の前に置く。政令や条約についても、同様の例である。外交文書条約批准書、全権委任状、大使、公使の信任状は、天皇の認証を要するとともに、これに御事を応援することになっている。2018年信任中米大使への信任状に、御名御事のあることが確認できる。 事例書内閣総理大臣と最高裁判所長官は、その新任式において天皇から任命する、胸の言葉を受けた後、内閣総理大臣にはその前任者から、最高裁判所長官には、内閣総理大臣から歓喜が伝達される。天皇の認証を要する、認証官は、その任命式において、内閣総理大臣から歓喜を受け、その際に歓礼として天皇から言葉をもらう。 認証官の勘記には、天皇が新書し、御事を応援する。認証官の勘記の実例を見ると、内閣総理大臣の署名の後に、御名御事のあることが確認できる。認証官は、国務大臣のほか、副大臣、内閣官房副長官、人事官、検査官、厚生取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、区内庁長官、自重庁、 特命全権大使、特命全権公使、最高裁判所判事、高等裁判所長官、検事総長、次長検事、検事長である。序勲文化勲章や、大勲一課大受章、等課大受章、朝日大受章、随法大受章は、新授式において天皇から受賞者に手渡され、その勲記は内閣総理大臣を経由して受賞者に渡される。勲章には、 国示が応印される。実例を見ると、文化勲章の勲気に魚名と国示のあることが確認できる。公表される天皇の言葉として以下のものがある。お言葉、お言葉は、即位後朝見の儀、天皇林御の式典、天皇の外国訪問、大礼正殿の儀などの際に、天皇の口頭により発せられる。国会開会式でのお言葉については、 1947年の新憲法施行当初は従来通り直後と表記されていたが、1953年の第16回国会からお言葉に改められ、1955年の第36回国会以降はひらがなでお言葉と表記されている。平成時代には特別な場合にビデオメッセージの形でお言葉が発表されたことがある。 2011年の東日本大震災に際してのメッセージと2016年に上位の意向を示したメッセージである。記者会見、平成時代には即位、天皇誕生日、外国訪問等に際して宮殿などに設けた会見場で記者会見を開き、記者からの代表質問に対して天皇、をやら答えていた。令和時代の天皇は皇太子であった頃は、 記者会見を行っていたが、2019年5月に天皇に即位してから同年7月現在に至るまで記者会見を行った記録が見当たらない。年頭書館年頭書館は天皇が前年を振り返り人々の幸せを祈る言葉であると言われる。宮内庁では天皇の年頭書館を天皇陛下のご感想と呼称している。 平成の天皇は55歳で即位し、83歳になるまで、毎年正月元日に公務として年頭書館を公表し続けた。2017年、高齢になった天皇の負担を軽減する目的で、その翌年から年頭書館の公表を取りやめることになった。2019年5月1日、時代は平成から令和に変わり、59歳の皇太子、 なる人新郎が新天皇に即位した。2020年正月に年頭書館を公表した。ありがとうございます。